双子じゃないで、幻やで、マオロシュインズです。はい、の、ハルテヤンでーす。よろしくお願いしまーす。じゃあ、今回のタイトルは、どっちの方が興奮するっていうことでですね、インスタのストーリーに Google ホームを貼りまして、女性のみんなからどっちがいいっていうのを聞いたので、自分はこっちって言った後に、大体の女性はこっちの方がいいんじゃないかっていうのを紹介します。まあね、10人十色すぎてやっぱ意見変わるかなって、なんか代表しちゃったらあかんなって思って、みんなの平均を話して、まあ自分のことも話したらなって感じですね。今回は、まあ、女の人だけに仕分けしたら、100人ぐらいの人に答えてもらうことができました。ありがとうございます。皆さんも定期的にやると思うので、答えてくれたら嬉しいです。ちょっと余談なんですけど、私、マクドはいつもバーベキュー派だったんですけど、マスタード派になりました。あ、うますぎる。じゃあ、早速、ちょこちょこ答えていきたいと思います。じゃあ、一つ目。香水は、甘い系、柑橘系。まあ、これね、一回ね、やったことあるかもしれない。なんかちょこちょこうちらが動画で言ってるかもしれないけど。まあ、私的には甘い系かもしれないです。迷うなぁ。甘い系かな。甘い方がさ、色気っていう面ではいいよな。でもなんか、柑橘の方が好き嫌いないなって思う。なんか白のさ、サボンとかさ、そういう系の方が正直、なんか好き嫌いはないけど、まあ、落とすって面を考えたら甘いかもしれない。じゃあ皆さんはどうなのか見てみます。はい。はい。皆さんの結果、甘い系です。やっぱ甘い系の、でも柑橘系もおったから、まあ好きって面では柑橘系もありかなとは思うけど、普段つけるのは柑橘系で、好きな人の前では甘い系でもありかもって思う。なんか甘い方がさ、やっぱ魅力っていうのは感じるかもしれない。香水をでも覚えてもらった方が勝ちやなって思うから、なんか統一して覚えてもらって、あ、まるまるくんの匂いやって思わせたら勝ちな気がする。じゃあお酒系行こう。お酒系ね、やっぱ大学生とか社会人の人になったら、やっぱお酒絡む系が多いと思うんで、お酒は強いか弱いかどっちがいいか、まあ一旦極端やけど、まあ迷うな、めっちゃ迷うかもしれん。結構迷う。めっちゃ弱いとかめっちゃ強いってなったらまた話が違うやん。どうしよう、ちょい強ちょい弱とかぐらいの判断か、強いか弱いかやな。強いか弱いかってなるなら強い方かも。強いかな。なんか男らしさを感じる、強い方が。でもちょい弱とかなんか可愛いって思っちゃう。ちょい弱か強いか、弱すぎるは無理やけど、ちょい弱でなんかめっちゃ良くない？でもなんか強くてなんか結構飲めるぞみたいなタイプで、飲み会とかめっちゃ飲んでも全然大丈夫やのに、自分と会った時だけ結構弱くなっちゃうみたいなタイプも好きとか、飲み会とかでうちこの飲めへんわって言った時に、もうなんか飲まんでいいから飲むわみたいな感じで飲んでくれんのも好きで、酔ってなんか帰りらへんになんか、春の飲んだからこんな酔ってんねんでとか言う人、これ最高です。だからやっぱ結局は強い人がたまに酔うみたいなのがいいかもしれへん。なんか酔ってる時って色気感じるよね。ごめんなさいな、衝撃の事実が分かりました。こちら 50%50% です。やっぱ悩むよな。でもなんか世の中の人は強い人の方が絶対みんなは好きやと思うけど、興奮するっていうのに関してはちょっと酔ってるのが興奮するんやと思う、女子は。だから弱いって選んだ人も多そう。でもちょっと最初の3杯ぐらいはその居酒屋にしかないお酒とかさ、あんま見たことないお酒を一緒に楽しめるってめっちゃでかいなって思う。そういうのを楽しめるのは好きです。じゃあ次いきます。その酔った時に顔は赤くなるか赤くならないか、これどっちが興奮するかっていう話です。まあ、私の答えから言いますね。私はそんな当たり前に赤くなる方ですよ。じゃない、みんな。ちょっともうこれ最初に答え見てもいい？だよね、赤くなるの方が多いですわ。ですよね、やっぱり。なんか普通に考えてやっぱいつもと違うところを見るっていうので興奮するかも。うちはでも赤くならへん派やからさ、なんか赤くなる人を見てめっちゃいいなって思うけどな。可愛くない？でもさ、恥ずかしいってやっぱ男の人は言うの、顔赤くなるの。だからなんか可愛そうやなとは思うけど、だけどまあ私はいいと思うけど。はい、次。年上か年下、どっちが興奮するっていうことで。迷う、めっちゃ迷う。自分が興奮する方、私は年下かもしれない。年上やったらイコールな経験値が高すぎて
なんか、なんか自分大丈夫かなっていう心配があったけど、年下やったらなんか年齢で決めちゃうみたいな感じになっちゃってるけど、なんか経験値その分少ないかなって思うから、その興奮する余裕がある。なんか私あんま経験値がないので心配が勝っちゃう、年上の場合やから興奮しない。なんか逆に心配が勝ちすぎて。じゃあ皆さんの結果見てみましょう。あーやっぱりね、年下の方が多い、間違えました、年上の方が多いです。まあそうよね。でもうち最近思うねんけど、友達とこの前1個上の友達となんか年上派年下派って話をしてたわけ。もうざっこ言わなしててんけど、ちょうど1個上やったら社会人の代やん、だから絶対に年上って言って、なんかその1個上やったらあの年下が学生になっちゃうから、なんか学生っていうのでめっちゃ年下に見えるって言ってて、まあ確かになって思って、もし今やったらなんか1個上が社会人やし1個下が学生で、うちも学生だから一緒やけど、もし自分があと1歳年上になって1個下が学生ってなった時に、確かにお付き合いって面ではきついかもって思った。なんかちょっと気持ちも全然変わると思うねんな、学生と社会人って。やから余計に子供に感じるんかなって思う、1個下のことけど。今私あの1個下も私も学生なんで、あの下が好きです。はい、次、胸の血管か首筋。首筋って何なん、男子の首筋血管測ります。あ、なるほどね。迷うな。これさ、今検索でさ、横浜流星が出てくるから、そんなんこっちになっちゃうわって話やねんけど。待って、迷う。はい、はい、若越は首筋です。首筋の方が普通に色気を感じる。なんか首が、なんかそうやって綺麗に全部が見えてるっていう服とか、そういうのを着てるだけで、ちょっと色気があるなと思います。なんやろな、あの、浴衣を着て、首筋とかめっちゃ良くないですか。血管はそこまで求めてないかも。あんまり首筋も血管もあんま求めてないけど、あんま見えへんけど、うちは特に腕の血管は見れません。なんかエロいとかも何も思わへん、うちは。なんで迷っててんてな。じゃあみんな見てみよう、これで。多かったね。でも結構吸ってる首筋やわ。では、はい、次です。あ、うちの声の好き、筋肉はムキムキおわ細マッチョ。これねもう私はもうあれですかね、もう決まってます、ムキムキ。まあ、全然細マッチョはもういんねんけど、なんかあんまり細マッチョの人を見たことがあんまりないから、ムキムキっていうのかも。でも細マ…待って迷う。なんかムキムキのレベルとかによらん。細マッチョ調べよう。細マッチョあれじゃね。あ、細マッチョもありやな。なんか待って、まあ、ムキムキ、まあ、ムキムキにする、ムキムキかもけど、バッて見た時に服着てて、この人ムキムキかもしれんっていう時はムキムキ入るけど、脱いでバッて見た時に細マッチョってエロって思わん。なんで。なんかムキムキやったらうわすごっになっちゃうけど、なんか細マッチョやったらエロってなる。なんなんやろこれは。迷うな。まあ付き合いたいならムキムキやけど、なんかそういうもしワンナイトとかになった時に細マッチョかもしれん。まあ、皆さん見てみましょうかね。まあそうやろな、細マッチョの方が多いわ。まあそうやと思うわ。うちも細マッチョも好きやねんけどな、別に否定してるわけでもないけど、なんかムキムキすぎたらちょっと怖いのはあるけどな。けどなんか、うちがなんか高校の友達と恋バナするときは、その高校の友達がチア部やから、あのアメフトとかの応援すんねんな。だからやっぱアメフト部の筋肉をずっと見てるわけやん。だからそれに慣れたらほんまにまひるよな。なんかうちも今の彼氏がムキムキ派やから、そっちに慣れたら細マッチョでも細マッチョのレベルが上がっちゃうかもしれん。細マッチョでもちょっとガリガリやなって思うし、ちょい筋肉あるとかでも普通に感じちゃうな。やからマヒル普通に薬物。今ちょっとだけ見えてるのはこちらさっちゃんでございます。さっちゃん今お昼ご飯中です。焼きそば食べてます。焼きそば食べてるらしいです。はい、次。あーなるほどな。うわマジうち迷うわこれほんまに。いや髪の毛短髪か長め。マジで。でも興奮するのはあれなんだ。じゃあ私長めです。まあそれはな、マッシュぐらいが一番興奮するんやろ誰だって。とか、でもうちこの前なんか襟足伸ばしてる人ってなんか確かにかっこいいなって思うし、 TikTok の人とか見とって、なんかめっちゃ襟足伸ばしてる人の方がなんか色気あるって思っててんけど、実際顔が好きやったんやなって思うね、その TikTok の人も。その TikTok の人が襟足伸ばすからかっこよかっただけで、実際普通の人が伸ばしててこの前襟足を、なんかそれ見たら襟足ない方が清潔感あって好きかもって思っちゃった。だから襟足はうち
なしでありかもって思う。襟足なしのなんか普通のマッシュ、長めと言ってもマッシュぐらい、目にかかるぐらいがちょうどいいくない？でもやっぱり付き合うかか感覚やねんな。なんなんやろ、付き合う人ってなるとなんか誠実な人がいい、なんかそういう目にかかってるマッシュみたいな人はなんかクズかもって思っちゃう。うちはじゃあ皆さんの回答見ますか。はい、答えはまあそりゃそうよね、長めです。まあそうよね、普通に考えて長い方が興奮はする。なんか短髪は誠実そうってうちは思っちゃう。え、でも逆にヤリラとかもさ短髪やだから難しいけど、色気って面では長いよね、長くてなんか香水振ってる系、これが一番エロいかもしれへん。じゃあ次いきます。あ、待ってください、ここにも筋肉きました。腹筋か胸筋ですね。胸筋の胸筋どっちがいいか、え、迷う迷う。え、だからどっちかがあってどっちかがないって思ったらいいですか。まず胸筋ある人は腹筋も割れてる人が多いよねって思うけど、どっちかってなったら腹筋やろじゃない。だって胸筋があってなんか腹筋なかったらデブに思っちゃう、ちょっとだけ申し訳ないが。そうけど、まあ増量中の人とかはまああるあるやと思うねんな、胸筋あって腹筋ポチョンってなっちゃうの。けど私はどっちかだけなら腹筋の方がいいかも。いや、みんなもそうやと思うで。ほら、みんなも腹筋やったわ。だからやっぱり腹筋なんよ。けど理想、え、なんやろ、腹筋やって胸筋やるのがまあ一番理想かも。なんか胸筋ある人ってさ、ここがさ分厚いわけやん、とかここら辺が分厚い人がおるやん。なんかハグした時の安心感が違う。あと腕枕の時の本当の枕になる、なんかこう腕枕が来るわけやん、ここにな。普通に腕枕っていうよりも、え、これほんまの枕じゃねって思うぐらい分厚い。だからやっぱり筋肉ある人の方がなんか抱き心地とかは守られてる感とか、なんか一緒に、あ、横に並んでて、え、うちな結構あるがちやねんけど、今二人で歩いとって、今不審者が現れたらどういう行動になるんやろとか、うち結構思うねんな。まず筋肉あるだけでなんか余裕な感じで守ってくれそうって思います。だから好きです。まあこんな感じで終わりなんですけど、最終は私は筋肉ある人の方が好きです。はい。でもパンツとかもちゃんと選んでる方がいいと思う、ち最近思うのは。なんか結構男の人ってさ、なんか親が買ってきたからそれ履くとか、実家暮らしの人結構おると思うんだけど、やっぱりちゃんとしたパンツ履いてる方がかっこいいとは思うよって思う、私最近。なんかカルバンクライムとか、なんかそっち系のパンツの種類あるじゃないですか、そういう系履いてる方がやっぱかっこいいと思いますよ、絶対に。そんな感じですね。トイストーリーとかって、垂れしすぎてやばい。なんかキャラクターもんとかは、なんか気抜いてる時だけに履いてください。はい、じゃあ今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。